はい、どうも、はるきです。今回は、ベイブレードバースト、ベイブレード改造セット、ディフェンス&スタミナとアタック&バランスの対戦動画です。はい、お待たせしてしまって、本当にすいません。今回ね、2つのセット一気にバトルしていきたいと思います。理由は、この、皆さん気になってると思います。このユニコーンリングディフェンスと、ミノボロスオーバルクエイクの戦いが見れなきゃ面白くないと思うんで、このね2つのやつも使って、あとはこのサブのねこいつらも使って戦わせていきたいと思います。はい、まずはね、ミノボロスとユニコーンの動きを見ていきましょう。ミノボロスはですね、各パーツ、レイヤー、ディスク、ドライバーともに全部偏っているパーツですね。これも偏重心、これも楕円形で偏重心、そしてこれは傾いているから偏重心と変な形してる先っぽがねドライバーなんで、すごくねその変則的な動きをします。デスタイザーを超える変則的な動きをしてますね。はい、次はじゃあユニコーンを見ていきましょう。まあこれはユニコーンとリングが新規パーツで、普通のディフェンスなんて動きはあんまり変わらないと思います。はい、ずっとこれです。ずっとこの真ん中にとどまってる感じでユニコーン回ってます。では早速対戦動画の方をやっていきたいと思います。まずはね、まあ大本命この2つですよ。ミノボロスとユニコーン戦わせていきたいと思います。はい、今回のセットだいぶユニコーンが強いです。ここも割と固めではないですけど、この円が大きくて空気抵抗を受けにくい感じになってて、そのディフェンスタイプとスタミナタイプの中間みたいな役割を果たしてます。でリングもこの円形、綺麗な円形ですのでね、まあその遠心力が高まったりしてるんじゃないでしょうか。だいぶ強いです。でミノボロス、これはね
扱いが非常に難しい。そのここは硬くてすごくいい良くてほぼバーストしないんですけれども、当たらないことが非常に多い。うん、その変則的な動きをすることによってね、なかなかその真ん中に行きにくくなってしまうという欠点がありまして、当たれば強いんですけど当たんないと弱い。で、回転力弱まってくると全然もう攻撃が当たんなくなっちゃう、当たっても効かなくなっちゃうんで、まあ上級者向けのベイブレードですね。はい、それではこの他のベイブレードたちともね戦わせていきたいと思います。はい、ということでね、あんまりこの新しいやつらのいいところが見れなかったかもしれませんけれども、それはこのね、他の4つのベイがすごく強いんですよ。うん、普通に使える大会だとか、うん、結構勝ちにいけるレベルで強いパーツが揃っております。はい、でこのパワーランチャーグリップもね非常に使いやすくていい感じですね。まあ安定した方が欲しいっていう方は、ベイブレード改造セットディフェンス&スタミナの方を購入してくださいね。ユニコーンがすごく安定して回っておりますので、攻撃的に生きていきたいという方、意味わかんないけどそういう方はアタック&ディフェンバランス
買ってください。ミノボロスがね非常に面白い感じになっております。そして俺はもう生粋のベイブレーダーになるんだっていう人はどっちも買いましょう。なんかテンションおかしいんだけどね。はい、ということで皆さんお待たせしました。今回はこちらのベイブレード改造セット2種の、対戦動画をお送りしました。これからもねベイブレードの動画どんどん上げていきますのでよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。